サロモンデーブライは、オランダの画家、建築家。サロモンデーブライは、アムステルダムに生まれるが、1617年より、前にはすでにハールレムに移っていた記録がある。彼はおそらく、カレル・バン・マンデルやヘンドリック・ホルチウス、コルネリス・ファン・ハールレムが始めた、小さなアカデミーで学んだと思われる。ホルチウスや、ファン・ハールレムの弟子であったとの記録が残っているが、その前に、 アムステルダムで、ヤーコプ・ピナスやクラース・コルネリス・ムヤールと、ピーテル・ラストマン等と共に学んだようである。デブライは、歴史画や肖像画、風景画を描いた。また、詩人としても活動していた。デブライは1625年に、詩人のジェイコブ・ウェスターバンの姉妹であるアンナと結婚。1630年に、ハールレムのセールカ組合に登録されている。また、 銀気のデザインも手掛けており、1631年にはギルドの新しい支部を設立するための申請もしている。デブライには10人の子供がいたが、そのうちの3人は画家となった。彼は1664年にハールレムを襲ったペストの流行によって死んだと考えられている。彼の子供のうち4人もペストで亡くなっている。オデッセウスとキルケ建築家としては、 ハールレムの新しい市庁舎の建設、ハールレムの市の門、内面編の児童養護施設の建設等に関わった。また、ハールレムの都市計画にも関わり、都市を北側に拡張するという彼の計画は、彼の死後に部分的に実施された。デブライは1631年、建築家のヘンドリック・デ・ケゼルの電気と建造物に関する書籍やアーカテクターモデルナを書いてもいる。 ありがとうございます。